Biobex.今日はね、博多湾に、カヤックフィッシング、ナイトカヤックフィッシングとナイトアルミボートで来ております。まあ危ないんでね、ちょっとベタなぎな日を選んで、一応救助用のアルミボート出してもらって、やってます。まあ、やっぱりエンジンの音がないんで、かなり釣れます。次はね、ジョイントギルの90で行きたいなと。最近ね、ジョイントギル90、まあもともとバス用ですけど、まあスローに誘えて食いがいいと。シーバスもね、シーバスでかいのも出るしね。これは最近のマイブームです。さあ、じゃあやりましょうかね。基本はタラ巻きで、たまに食わせるタイミングとほんのちょっと上手が濃厚、ほんのちょっとだけ。そうね、ロッドの先端が10センチぐらい動くぐらいでシャキッてやると、結構その時に聞くこともあるんですよ。おーおーおー、50ぐらいかな。おー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 、いいね。まあ本来ならばね、ヒイラギとかこの城とか太鼓があるベイトを追っかけてる時に、そのギル型のルアーとかよく釣れるんだけど、このジョイントギル90はあんまり関係なくてね、今日とかはバチが、このぐらいのバチが泳いでる中結構食います。まあやっぱジョイントのこのくねくね感がバチに似てるのかもね。今日は新編とかよりもこういうジョイント系というかジョイントギル今日一番釣れてるね。ジョイントギル90、ピンクバックゴーストパール、視認性も良くてね、こういうパールのゴースト系はシルエットがボケるんで、まあ、夜でも昼でも使いやすいです。基本はただ巻き、デッドスローで巻いて、まあ、たまにねちょっとロッドを10センチぐらい煽ってあげて、食わせのタイミングをね作ってあげたらいいかな。ういっ。